世界最高峰の卓球リーグをもっと近くで、もっとこの夏の暑さはまだまだ続く。スタブルスが、まあ、この先週からですね、戻ってきているっていうのもあってですね、まあ、ダブルスを取るっていうのはですね、まあ、九州アスティードとしては、まあ、まずは大事だなと。で、まあ、次も井出沢がですね、まあ、非常にいい試合をしてくれまして、まあ、ハイエン選手に、本当苦しい試合でしたが、まあ、2番で取ってもらったと。で、まあ、3番、まあ、もっとよくやれるかなと思ったんですが、なかなか安藤選手がエースで厳しい戦いでした。で、橋本選手が4番で勝つっていうですね、3-1で今日は勝たせていただいたっていう感じですね。はい。メンバーもやっと揃ってきたかなっていう形でですね、まあ、他のチームもですね、外国人選手揃ってきてくるんですが、まあ、うちも日本人だけで今戦ってまして、まあ、外国人選手が揃えばですね、なおさら、まあ、どこを使うかっていうバリエーションも高まってきますし、きっとですね、まあ、今、まあ、ダブルスはですね、まあ、世界3位のダブルスがいるのでですね、そこには自信持ってるんですが、他のバリエーションも増えてきたらですね、他の上の、まあ、日本ペンチさん、日本生命さんともう少しいい試合ができるようになってくるんじゃないかなというふうに今思ってます。今回もですね、まあ、無観客でですね、非常にちょっと残念な感じなんですが、12月、まあ、末の方はですね、有観客の状況ですので、まあ、今回は皆さんオンラインで楽しんでいただいてですね、中継で楽しんでいただいて、ぜひ生のですね、九州アスティーダをですね、見に来てほしいなというふうに思ってます。